こんにちは、速稼塾の久保です。いつもね、迷うんですけども、その牛乳って体にいいのか悪いのかっていうことはね、牛乳だけには限らずに、例えばね、こういう清涼飲料水でも言えることだと思うんですよ。このいろはすレモンは体にいいのか悪いのかとかね、例えばお肉は体にいいのか悪いのかとか、そうですね、青魚は体にいいのか悪いのかっていうふうにね、いろんなことに置き換えられると思うんですよね。で、これはなんでそういう議論になるかっていうと、全部これね、相対的にどうなのかっていうことだと思うんですよ。例えば牛乳が体に悪いという方がいらっしゃいます。もちろんいらっしゃいますよね。体にいいという方もいらっしゃるんですよ。これは何に比べていいのか悪いのかってことですよね。だって牛乳を飲まない人でも水は飲まないといけないし、何らかの飲料っていうのは摂取するわけですよね。じゃあ牛乳が体に悪いんだとしたら、あなた何飲んでますって聞いた時に、例えばね、ビールは飲んでますよって言ったら、いや、ビール体に悪いじゃないですかってことも言えちゃったりするんですよ。いや、じゃあビールをね、飲むのと牛乳を飲むのと、どっちが体に悪いと思いますって言ったら、どっちとも5000年前からあるんですよね。牛乳ってのはヤギのミルクもあったり、羊のミルクもあったり、もちろん牛のミルクもあったりするんで、いろんなミルクがあるんですよ。それを私たち人間は他の動物のミルクを飲んでるっていう意味では、ちょっとね、違和感があるかもしれませんけども、でもね、聖書の時代からそれを主食として生きてきてるわけなんですよね。モンゴルの方なんて、みんもあの牛乳からいろんな食品を作ってるわけなんですよ。チーズもそうだと思いますしね。そう考えていくと、じゃあ牛乳は確かに体に悪いって方、納得できるところが多いんですけども、じゃあね、牛乳を取り続けてきた人類っていうのは、途中で死滅したりとか、寿命が短くなったりとかしてんのかなっていうことですけども、寿命は逆にずっと伸びてますし、だから牛乳だけがね、いい悪いでは論じれないのかなと思ったりするんですよね。もちろん牛乳の悪いところもあると思いますし、牛乳が人間の人体にね、プラスに作用するところもあると思うんですよ。ですんで、あれも悪い、これも悪いって言ったら、全部が悪い要素を含んでます。究極は水だってね、トリハロメタンが入ったりするわけじゃないですか、水道水だってね。で、そうなると、体にいいもんだけ取ろうと思ったら、もはやね、何にも取れないってことになっちゃうんですよ。だから、ある程度の害悪っていうか、ある程度のリスクは抱えながら食品っていうのを取るもんだと私は思うんですよね。お米だって、なんか重水素が入ってるっていう人がいるわけなんですよ。お米とかね、お米ですらダメなんですよ。レタスもダメなんですよ。食べるもんないじゃないですかって話になっちゃうんですよね。じゃあ牛乳は飲みません、体に悪いから。ビールは飲みません。で、これも体に悪いからっつったら、何飲めるんですかって話ですね。だからね、乱暴な言い方すると、多少の毒っていうのは人生を豊かにする、と思うんですよ。私ね、たまにコーラ好きで飲むんですよ。ね、コーラね、炭酸水シュワーっとくるやつね。さすがにもう今は若くないんで、これ1本飲むっていうのは、コーラ飲むのは難しいんで、ちっちゃいボトルをね、買うんですけどもね。本当にね、数ヶ月に1回ぐらい飲みますね。で、体に悪いでしょ、あれも。だから、なんか常用したら悪いってことなのかなと思いますよね。あらゆるものが、このイロハスレモンにも、なんかね、毒が入ってるっていう方もいますんでね、砂糖が入ってるよとかね。そういうのも込みで、おかげさまで健康な体を私はね、いただいております。もちろん、もっといいものをね、取ればもっと健康になったのかもしれませんけども、私の力量と見識と経済力と情報収集能力では、これが 落ち着くところなのかなと思ってますね。で、牛乳に関していいのか悪いのかっていう議論はこれからも続くと思います。で、いろんな方がね、この情報を見てくださいって感じで、リンクを送ってくださるんですけども、すいませんけど、リンク先には私行かないんですよ。で、それをまとめたあなたの見解聞きたいってことなんですよね。で、たくさんリンクを送っていただいても全部いけないわけですよ。で、あと、私を誘導したいリンクしか送ってこないんで、公平じゃないんですよね。こういう言い方したら申し訳ないと思いますけども、牛乳肯定論者は肯定するような論文とかね、肯定するような有名人の話とか論調だけ送ってくるんですよ。で、牛乳否定論者っていうのは否定するべき資料ばっかり送ってくるんですよ。だから、そうではなくて、フィフティフィフティで情報があって、その結果私はこうなりましたよっていう見解があると私も分かりやすいんですけども、ただ URL を投げられただけとかね、これで検索くださいみたいな検索キーワードを投げかけられただけでは、やっぱりね、ちょっと行く気にはならないかなっていうところがありますね。でも、ね、本当貴重な情報をね、いただいた方も多かったんで、私もまたね、頭を鍛える訓練にもなりました。で、私が牛乳を取ってるかどうかっていうと、そんなに積極的には取ってないんですよ、今ね。嫌いでもないですし、嫌悪感があるわけでもないんですけどもね。私も牛乳で育ってきましたから、ね、幼い頃から
二十歳を過ぎるまで牛乳飲まない日はなかったですね。この牛乳一本飲むのなんていうのは楽勝でしたから。で、粉ミルクもちゃんとね、私幼児期には使ってきましたしね。だからそう考えていくと、私の体は有害独特なのかもしれないですよね。おかげさまで元気に生きてますけども、47歳不健康なのかもしれませんよね。まあ分かんないです。もちろん私の健康が壊れたからといって牛乳に由来するものなのか、カップラーメンが原因なのか、それとも生活態度が悪いのかね、もともとの体力がないのか、いろんな問題があると思いますから。まあですんでね、例えば牛乳の問題を避けられても別の問題がまたね出てくるだけですし、今回今ね感染症流行ってますけども、じゃあ今の感染症が回避できても、じゃあ不老不死でいられるのかって言ったら、やっぱりね何かの病気にはかかるんでしょうね、きっとね。まあですんで割り切っていこうかなというところでございます。また動画作ります。ありがとうございました。